さあ9回の裏オールセントラルですが、先頭バッターも3点つきました。近鉄の赤堀、おとどしはストッパー、そして今年は先発に回りました。生きのいいピッチャーです。この本当に可愛らしい笑顔が出ました。今日はストッパーを務めます赤堀。なんとか追いついてほしいですけどね。回からショートには宇野が入りました。そしてキャッチャーマスクをかぶるのは西武の伊藤です。数円のつ詰まった打球、セカンドゴロ、大石がさばいてです。しかしすぐさま大栄の山本が逆転スリーラン。その後佐々木のホームラン、清原ツーアウトランナーなし。ピッチャーの赤堀、ワンの活躍、それから西武のこの清原の活躍は目立ちます。5つの引き分け、今日が115試合目になります。カウント1-3で打ち上げて、セントラルが2勝ということで、過去9試合いずれもオールパシックが先取しているわけですが、これもレフトに持っていて落ち合い、今日2本目のホームラン、主砲の意地を見せます。今日オールスターゲーム第1戦6本目のホームラン、これで落合のホームランで2点差ですが、ランナーがいません。そのホームランです。10対8、いや声も出ませんよ、もううまい、うまい、こうしたという雰囲気ありますね。まあこれだけバシッと打たれたらね、セントラルにこういうバッターがいるって見せなきゃしょうがないですもんね。そういうバッターに優勝した時のミットを大切に大切に自宅にしまい込んでいます。三遊間、石が取ってセカンド